What is up, guys? Polder here. Welcome back to some more Blaze Blue Central Fiction Story Mode. Last time we took on the sub-scenarios of Episode 5, and now we're jumping on into Episode 6, so let's get it started. どこだ、ここは。まさか、イカルガか。 俺はどうなって。くっ、くそか。体がまともに動かせねえ。ブレイブルーでも、これを直すのは時間がかかりそうだな。ブレイブルー、青の魔導書。そうだよ。なんで今まで忘れてたんだ、俺は。いや、ノエルもカグラも。 あいつらみんな様子がおかしかった。つうか、今は何年の何月何日だ。また自称鑑賞かよ。めんどくせえな。かちくしょう。頭の中がごちゃごちゃしてやがる。こんなところでもたついてる場合じゃねえってのに。他の奴ら無事なのか。それにサヤはどうなってる。 そうだ。早くサヤを見つけねえと。くそ。ダメだ。動けねえ。そういや、さっきの夢。あれは、俺の記憶か。サヤ、前に師匠が言ってたな。 サヤは人の形をした魔導書だって。だから、シスターのところに連れてきたとかなんとか。どういうことだ？サヤが魔導書？だったら、あのイザナミは一体。いや、サヤが何者だろうと関係ねえ。あいつは俺の妹だ。俺が助けてやらねえと。 まだ体が回復してねえ。ぬ、お主は。ああ、この声。やはり死神でござったか。お主、こんな場所で何をしておる。なんだよ、おっさんかよ。驚かせやがって。なんと、その有様どうしたのでござる。以前にも増してひどい傷ではないか。 確か私、支部の地下で死神に助けられて。そうだ、突然あたりの景色が歪んで、それで、どうなったの？わからない。何も思い出せない。ダメ、しっかりしなきゃ。私は兵士なんだから。まずはここがどこなのか 調べてみよう。外に出れば何かわかるかも。な、何者ですか？私は統制機構の第四師団所属。あ、よかった、気がついたんだ。え？ノエルったら道端に倒れてたんだよ。びっくりしちゃった。嘘。もしかして 私一人でここまで運んでくるの大変だったんだよ。でも、ノエルが無事で本当によかったよ。マイ！というわけなの。そっか、あの死神と。本当に大変だったんだね。うん。そういえば、
マイはどうしてここに？それが実は私もよくわからなくて、気づいたらこの森の中にいて、辺りを調べてるうちに倒れてるノエルを見つけたんだ。マイも？それってどういうことなんだろう。複数の人間を一度に転移させるなんて魔法くらいしか思いつかないけど、まさかね。とにかく一度支部に戻らなきゃ。死神たちのこともムツキ大佐に報告する必要があるし。ああ、それはちょっと今すぐは難しいかも。え？難しいってどういうこと？うん、ノエルが寝てる間にね、ここが一体どこなのか星の位置から調べてみたんだ。どうもここイカルガみたいなんだよ。え？イカルガ？うん、ノエルは家具土にいたんだよね。私がいたのはもっと大陸の東の方。これが術式や魔法の類だとしたら、やったのはとんでもない術者だよ。うん。あ、でもさ、そのおかげでノエルに会えたんだから、ちょっとだけ良かったかな。うん、そうだよね。懐かしいな。前に会うのは士官学校以来か。今までどこにいたの？誠も椿も心配してたんだよ。ごめん、私もいろいろあって、実はしばらく第七機関にお世話になってたんだ。第七機関？統制機構の敵対組織だよ。どうして舞がそんなところに？まあ本当にいろいろありまして。でもなんだか舞らしいや。相変わらずみたいで安心しちゃった。あ、相変わらずといえば、その間ご飯はどうしてたの？よくぞ聞いてくれました。うん、本当に地獄だったんだよ。とにかくもうひどい食事ばかりで。だからこうしてノエルと出会えたことはまさに奇跡としか言いようがないよ。お願いノエル、少しでいいから私にノエルの作ったご飯を食べさせてくれないかな。それは別にいいんだけど、いいのかな、こんなことしてて。平気平気、だいたい外は真っ暗だよ。日が昇ってから行動した方が確実だよ。うん、うまく言いくるめられてる気がするけど、確かに夜の森で迷ったら元も子もないし。じゃあ決まりだね。よろしくお願いしますシェフ。よし、それじゃあ腕によりをかけて料理するね。やったー。傷の具合はどうでござるか、死神殿。ああ、さっきよりはだいぶマシになってきたぜ。おっさんとこの青の魔導書のおかげでな。それはよかったでござる。しかし、青の魔導書では、やはりあの時もその魔導書が傷を修復していたのでござるか。あの時？ああ、あの時か。そうそう、おっさんに助けられるのはこれで2回目だったな。ん？確かにその通りだが、死神殿、お主どこか変わったでござるか。うまく言えぬが、まるで別人のように気が和らいだように感じるでござるよ。さあな、俺からすればあんたこそ俺の知ってるおっさんとは随分違うみてえだけどな。何？それはどういう意味でござる？なんでもねえよ。それよりさっきからその死神殿っていうの勘弁してくれねえかな。ん？しかしお主には名前が。
ラグナって頼むわ。ラグナ？お主もしや自分の名を思い出したのでござるか？とはいえ、まだこの世界は俺の知らないことでいっぱいらしいけどな。そうか。しかし名を思い出したのであれば、全ての記憶が戻るのもそう遠くはないであろう。よかったでござるな、死に…ラグナ殿。なあ、おっさん、聞いてもいいか？無論構わぬでござるよ。何でも聞かれよ。あのジョイの姉ちゃんが以前言ってたんだが、ここじゃカグラムツキはイカルガの英雄と呼ばれてるって。それ本当か？カグラでござるか。拙者は断じて認めんが、確かにあの者は世間でそのように呼ばれておる。お主、カグラを知っておるのか？ああ、まあ、いろいろあってな。それよりおっさん、イカルガ内戦ってやつは何で起こったんだ？イカルガ内戦でござるか。ああ、カグラがイカルガの英雄と呼ばれるようになるまでの経緯を知りたい。一体その戦争で何があった？はい、わかった。拙者の知る限りを教えて信ぜよう。イカルガ連邦という言葉は覚えておるか？ああ、複数の階層都市を総称してそう呼ぶんだよな。うん。事の発端は6つの階層都市がイカルガ連邦を名乗り、統制機構からの独立を掲げた時から始まった。イカルガ連邦は統制機構の帝である天上の子ホムラ殿下を人質に取り、戦果を拡大させていったのでござる。その頃拙者は帝直属の近衛兵でござった。何？おっさん、図書館だったのかよ。元でござるよ。最初から戦争に反対していた拙者は、密かに穂村殿下をお助けするためイカルガ人軍に志願したのでござる。そして実に6年もの間戦争は続いた。多くの犠牲者を出したひどい戦いでござった。統制機構の攻撃によりイカルガの首都であったイブキドは壊滅したが、同じ頃帝が崩御されたのでござる。死んじまったってことか？戦争でか？理由は公にはされておらぬゆえ謎のままでござる。してお互いに痛み分けという形でイカルガと統制機構は和解を進め、その和解の道を実現させたのがカグラムツキ。それでカグラがイカルガの英雄ってわけか。さよう。だが奴が帝を守れなかったのはまごうことなき事実。拙者はカグラムツキを許すことはできぬ。そしてホムラ殿下のためとはいえ、帝の身に何かが起きたその場にいなかった拙者自身も許せぬでござる。その後統制機構とイカルガ連邦は協力関係を築き、ホムラ殿下が新たな帝として即位することでイカルガ内戦は終結したのでござる。あの戦争が一体何だったのか、拙者には未だにわからないことだらけでござる。何故帝や多くの民が死ななければならなかったのか。なあおっさん、伊吹戸の崩壊は統制機構の攻撃によるものだっつったな。一体何があったんだ？正確なことはわからぬ。統制機構の新兵器とも言われておるが、拙者はあの時わだつみにいたが、爆発の衝撃はこちらにまで伝わってきたでござる。そうか。だから拙者はできることならあの戦争を止めたい。冥王イザナミとやらを倒し青を手に入れることができればその夢は叶うやもしれぬ。イザナミを倒すだと？それにその話、おいおい、あんたもかよ。拙者も？やはりラグナ殿、お主もあの声を聞いておったか。声？なんだそりゃ。あの脳に直接語りかけるような妙なオナゴの声でござるよ。あの声を聞き
ラグナ殿もイザナミを倒そうとしてるのではござらんのか。いや、俺は知らねえ。そうでござったか。それは失敬した。妙な話をしてしまったでござるな。どういうことだ。俺の記憶と歴史が相当ずれてやがる。これも自傷感傷か。いや、それにしちゃ何かが妙だ。まさかナインのやつの仕業か。どうしたのでござる。先ほどから妙に深刻な顔をしておるが。いや、なあ、おっさんの背中のそれ、ちょっと見せてもらってもいいか。ぬ、拙者の55寸釘をでござるか。しかしこれは昔帝からいただいた大切なものゆえ、いや、奇遇でござったな。ラグナ殿は信頼できるかだ。少しであれば構わぬでござるよ。悪いな。どうしたのでござる。無事でござるか、ラグナ殿。ああ、平気だ。なんでもね。うん、しかし今の感覚、やっぱ本物のレッテン城かよ。だがどういうことだ。レッテン城は確かあの時塔にぶっ刺したはず。いや、記憶と歴史の食い違い、それにおっさんの様子もおかしい。多分他の奴らも。そういや、ナインの奴も何か言ってたな。このフィールド、この世界そのものが特殊な場でできてやがるってことか。ラグナ殿、夜更かしは体に障る。そろそろ休むべきではござらんか。ああ、そうだな。確かに俺も今日は疲れたみたいだ。おっさん、悪いが先に休ませてもらうぜ。気にする必要はないでござるよ。明日は遠出する予定ゆえ、今のうちにしっかりと休まれよ。ああ、それなんだが、ここはイカルガなんだよな。ん？夢を叶えたければ冥王イザナミを殺せ、青を手に入れろですか。青、それがあればあなたの言う融合ができるんですよね。ああ、そうだ。その青を冥王イザナミが持ってる。なるほど。でも今度こそ大丈夫なんでしょうね。カグツ氏の地下の時は想定外の出来事の連続で、結局融合なんてしようもなかったんですから。へっ、どうだかな。今のこの世界じゃどんなめちゃくちゃなことでも起こりうる。この俺でも初めて経験することばっかりだってんだから、まったく楽しませてくれるぜ。楽しんでばかりいられても困るんですけどね。ああ、そうだ、そういえば一つ聞きたいことがあったんですよ。この私のお腹のところに派手な傷跡があったんですけど、これ何の傷です？一体いつどうしてついた傷なのか気になりまして。俺とてめえが分離した時についたもんだ。早い話が、その傷のせいで俺とてめえとの融合がうまくいかねえ。はは、なるほど。それで、もともとは融合していたというのに、青だのなんだのが必要になってしまった、というわけですか。ああ、はいはい、そうですよ。事情なんざどうだっていいだろうが。どのみちてめえには、教会に接触して青に触れる以外に、選択肢はねえ。取り戻したいんだろ？本来あるべきてめえの形をよ。はい。だから今もこうして一生懸命青を探しているんじゃないですか。青、な。
その前にノエルバーミリオンを確保するぞ。悠長に構えてると面倒なことになりそうだからな。私にはあのバーミリオン家のご令嬢がそれほど重要な存在には見えないんですけどね。ま、わかりました。せいぜい働きますよ。来たるべき融合のためにね。どうも匂うんだよな、狭間ちゃん。あいつより便利な器をさっさと手に入れた方がいいかもしれねえな。感じる。ジンニー様を。きっとジンニー様もこのイカルガに来ているんだわ。でも、あの声は、冥王イザナミを倒し、青を手に入れろと言った。それが夢を叶える方法だと。青。それが真実ならばおそらく、願いを叶えられるのはたった一人だけのはず。私にできるの？もしその時が来たら、ジンニー様と戦うことが。いいえ、何をバカなことを。ジンニー様の存在は私のすべて。答えは最初から決まっていたわね。もしジンニー様と遭遇したその時は。あれ、もしかして椿？誠？うわぁ、偶然だね。どうしてこんなとこに。って、そっか、椿もこのイカルガに転移させられてあの声を聞いたんだね。それじゃあ誠、あなたも？うん。椿はどう思う？あの声、絶対普通じゃなかったよね。それに、カグツチからイカルガまで強制転移させるなんて、波の術者じゃないと思う。あなたも、イザナミを目指すのね。夢を叶えるために。どうしたのさ。そりゃ確かに、叶えたい願いはあるよ。だけど私たちには任務もあるし、今はそんなことよりも。そんなことじゃないのよ、誠。私にとっては、なぜかはわからない。わからないけど、あの声の主、あの言葉には、信ずるに足る何かを感じたの。まるでもう一人の私がそれを知っているような不思議な感覚。おかしいよ椿。本当にどうしちゃったの？おかしい？おかしいのは何もかもだわ。いざ酔いを通じてずっと感じていた違和感。青を手にすることでそれがはっきりするのなら、青を手にすることであの方の望む世界が形になるのなら、私はイザナミを倒す。誠、たとえあなたを押しのけてもね。あなたが資格者なら私にとっては障害よ。ごめんなさい誠、悪く思わないで。Oh shit, okay. Just straight up like, hey, you're in the way of Jin. You my friend, but you have to die. All right.I've never used... Oh, no, we're playing Makoto. Okay. I have actually used her a little bit, and I hated it. But to be fair, I didn't really know what the hell I was doing, but I went through the arcade, and, hated life whenever I got to 9. Come on. Get fucked. Alright. Moving on. Tsubaki, yame te! Atashi wa Tsubaki to konna katachi de tatakaitaku nanka nai yo! Tamari nasai! Jin ni sama no tameni.私は以前にも誠に剣を向けたことがある。いいえ、
そんな記憶はないわ。でも頭の中が混乱してる。何なのこの感情は。なんか変だ。スバキの様子もこの状況も。これ以上戦っちゃダメだ。そんな気がする。ごめんね、私は引かせてもらうよ。待ちなさい、誠。うん、私は椿と戦いたくないし。でも先に行くなら気をつけてね。なんだか嫌な予感がするよ。誠！また頭が私の中から何かが抜け落ちているみたいだわ。一体何が起きているというの。あー、イカルガってひどいな。もう足が棒になっちゃいそうだよ。たくねえルナ、本当にいるのかな、冥王イザナミなんて人。それに実際にいたとしても向こうも僕たちみたいに歩き回ってたら、この広いイカルガで見つけるなんて無理があると思うんだけど。そりゃルナもバカバカしい子供だましみたいって思うけどさ、本当だったら欲しいじゃん、願いを叶えてくれる青。お願いか。青を手に入れたらずっと十兵衛様と一緒にいられるかな。当然だろ、何でも叶えてくれるんだから。おいしいご飯もたくさん食べられるかな。当たり前だろ、何でもだぞ。豪華なお屋敷建てて、召使いにおいしいものたくさん作らせて、そんな毎日十兵衛様と一緒にのんびり暮らすんだ。はあ、そのためにも絶対見つけるぞ、イザナミとかっていうやつと青を。ああ今度はなんだよ。やっぱりなんだか変じゃない。この町に飛ばされる前から感じてたんだけど、なんとなく周りの雰囲気が妙だなって。ルナも感じてたんでしょ？ずっと町の人が誰も僕たちを見ないこと。そんなのたまたまだ。大体こんなでかい町なんだから。知らない子供が一人でうろついてたっていちいち気に留めないって。それはそうだけど、いいから行くぞ。うわー、 なんだいきなり。対象確認。おい、突然攻撃してきたのはお前か。今この子雷号無調林って言ってたよ。もしかして僕たちの杖が目的なんじゃないかな。ふざけんな、これはルナたちが十兵衛様からお預かりした大事なものなんだぞ。誰がお前なんかに渡すもんか、バーカバーカ。ニューノ邪魔するんだ。ルナ、この子ちょっと怖いよ。危ない感じがするからあんまり関わらない方が。知るか、喧嘩売られて黙ってられるかってな。いいかセナ、舐められたら終わりだぞ。そういう理屈が通用する相手じゃないような気がするんだけど。邪魔するやつは死んで。うわー、いきなり容赦なしかよ。あいつやばい、あいつやばい。だから言ったじゃない。逃げるぞセナ。逃がす。
検索、検索、検索。反応、ロスト。どこに行ったの？あれ、あいつどっか行っちゃったぞ。僕たちのこと見失ったのかな。そんな距離でもなかったと思うんだけど。まあいいか。あんな危なそうなやつ相手にしてたら青どころじゃなくなっちゃうもんな。さて気を取り直していくぞ。あれ、どうしたの？いや、その、なあ、お前、名前なんだっけ？え？僕の名前、忘れちゃったの？冗談やめてよ。僕は、なんだよ、さっさと教えろよ。自分の名前だろ？まさか忘れちゃったなんてことないだろ。そういうそっちはどうなのさ。自分の名前覚えてるんだよね。当たり前だろ。嘘だろ。なんで僕の名前。えっ、うわ、なんだよ今度は。ねえ見て、僕たちの体透けてない？イエーイ、本当だ。嘘だ。なんだよこれ、幽霊みたいじゃないか。どうしよう、このまま僕たち消えちゃうのかな。そんなことになってたまるもんか。そうだ、青だ。青はどんな願いでも叶えてくれるんだろう。だったらこの状況もどうにかしてくれるんじゃないか。そうだよね。あ、戻った。よし、今のうちに探すぞ。うん。ここが第九階層都市秋津か。話には聞いていたが、一面銀世界でござるな。この都市は窯が破壊されているゆえ、環境維持のままならぬ状態がもう一年以上続いているのでござる。覚えてはおらぬだろうが、この秋津の窯を破壊したのは死神、つまり以前のラグナ殿でござる。確かあの時レリウスは世界中の窯を同時に開いたはずだ。だけどここの窯からは何も感じない。そういや、家具土もニューのやつが出てくるまでは同じだった。クシナダのくさびで魔素が止められてるってわけでもなさそうだ。どういうことだ？ラグナ殿。悪い、ちょっと確かめたいことができた。ここからは別行動にさせてもらうぜ。ラグナ殿。言ってしまわれたか。あの傷で無茶をしなければよいのだが。やっぱり起動した形跡はねえか。魔素の流れも感じねえし、やっぱナインの仕業か。ちっ、面倒なことしやがって。しかしここは懐かしいな。俺が破壊した時のままか。ここだけじゃない、他の場所でも俺は窯を破壊した。教会につながる窯の中で精錬される、あれを破壊するために。それはできない。なんでだよ。てめえの言う通り剣の修行だって、この右腕を制御する修行だってずっとやってきた。サヤがどこにいるのかわからねえって話ならもう何度も聞いた。それでも助けるために探すくらいできんだろ。
そうじゃない、そういうことじゃないんだ。いいか、よく聞け。サヤを救うことはできない。統制機構を潰したい、お前は前にそう言ったな。お前ならもう少し力をつければそれも可能かもしれない。だがな、サヤはもうサヤではない。どういう意味だよ。わかるように説明しろ。いつもみたいにはぐらかすのはなしだ。そうしてやりたいのは山々だが、俺にもどう説明すればお前が事態を飲み込めるのかわからん。何らかの方法で何者かに意識を乗っ取られたのか、そもそも初めからそうなるように仕組まれていたのか、とにかくもうお前の知っている妹のサヤではない。んなこと言われたって納得できるかよ。どうにか方法はねえのか。死んだわけじゃねえんだろうが。方法があるなら俺とてそうする。だが今は手出しできん、不可能だ。じゃあ師匠は諦めんのかよ。それだけ情報掴んでるってことは、サヤがどこでどうしてるのか知ってるってことだろ。それなのに何もしないでいるって言うのかよ。聞き分けのないことを言うな。今の俺にも今のお前にも何もできない。何かしたいなら力をつけろ。お前にできるのはそれだけだ。ざけんな。冗談じゃねえ。サヤはいるんだろ、あの統制機構のどっかに。それをどうして助け出せねえんだよ。このでかい装置が釜だ。多量のマサが渦巻く世界の外側、境界とこの世界をつないでいる穴でもある。境界にはマサと共に世界のすべての情報が溶け込んでいるという。その情報にアクセスするために世界国空情報統制機構は様々な実験を繰り返した。そして釜を使って境界に接触するための素体を作った。素体作った。これがそうだってのか。そうだ、その少女が素体だ。なあ師匠、わけがわからねえ。頭がどうにかなりそうだ。どういうことなんだ。だってこれはサヤじゃねえか。なんで、なんで、たった今俺たちがぶっ壊した釜の中にサヤがいるんだよ。こんな。それは違う。これはサヤではない。これはあくまでも素体だ。もっともその元になったのはサヤだがな。はっきり言ってくれ。つまりこれはサヤの何なんだ。簡単に言えばサヤのクローンだ。これが統制機構のテルミの目的だ。このためにサヤはさらわれた。辛いものを見せてすまない。だがお前には何度言葉で説明するよりもこっちの方が理解しやすいだろうと思ってな。師匠はこういう釜を破壊するために時々留守にしていたのか。ああそうだ。精錬される目的は様々だが、素体は新たな黒き獣を生み出す可能性がある。新たな黒き獣、サヤのクローンが。もし今の世界に黒き獣が現れれば世界は滅びるだろう。俺はそうなることをどうしても避けたい。俺の大切な人が必死になって守った世界を守りたいんだ。だから俺は釜を破壊する。中で精錬される瞬間を待つ素体ごとな。あれから師匠のところでの修行を終えて、俺は師匠と同じように統制機構の釜を破壊してきた。釜があれば
素体が精錬される。サヤのクローンが作り続けられる。だから壊した。そこにいた出来損ないと一緒に。あの頃はあいつのことを助けられると思ってた。けどやっぱりサヤは倒すしかないのか。ほう、戦局か。それも客が貴様だとはな、青の男。てめえはレリウス・クローバー。ふん、私を瞬時に判別できるか。これは興味深い。なぜだ、なぜ貴様は私がわかる。視覚者でない貴様がなぜこの世界で自我を保つことができるのか。それも非常に半然とした形で。レイチェル・アルカードはすでに力を失いつつある。これほど因果率の重いものをこの世界で観測し続けるのは不可能に近い。何か別の要因が。てめえこそ他の連中とは違うんだな。記憶も意識もはっきりしてやがる。いや、俺よりもずっとこの世界のことが見えてやがる。てめえ、ここの事情に詳しそうじゃねえか。何がどうなってんのか説明してもら。マスターユニットの望みか、あるいはイザナミが無意識に具現化させているのか。だとするとこの男をどこまで本物と定義するべきか。おいてめえ、相変わらず人の話聞かねえな。これだけのイレギュラーを引き起こしながらも精神状態は悪くない。うん、現状では判断材料が足りないか。チッ、胸くそ悪い。誰も彼も自分の実験材料だとか思ってんじゃねえぞ。ふざけんな。もしもこれが本物なら無駄にはなるまい。試してみるとしよう。Alright, fighting Relius is Ragna. Okay, let's see. Every time I go to play Ragna again, I forget how I used him the last time. Because I never use him in my free time. Action! Why do you keep running away? Stop that. Alright, there we go. That was a lot of barrier being used there. Alright. But that works. Moving on. の野郎、反応も十分。魔導書にも異常はなさそうだ。ふん、やはり。その観察するような態度をやめろっつってんだよ。模倣品かと思ったが、もしかしたら本当に貴様はブレイブルーとなり得るかもしれない。俺が何だって。だとしたらラグナザ・ブラッドエッジ、貴様がイザナミを倒せ。うるせえ。てめえに言われなくたってそうするつもりだ。てめえもラインも何なんだよ。俺は視覚者とかじゃねえんだろ。なのにどうして俺にイザナミを倒せという。
俺がイザナミを倒したら何だって言うんだ。倒せばわかる。むしろ倒さねばわかるまい。私はできればその瞬間を観測したい。どいつもこいつも勝手な要求を押し付けてきやがって。イザナミは伊吹の跡地アマテラスのたもとにいる。期待しているぞ、青の男。待て、あいつが待つわけねえか。それにしてもなんだ、だいぶ思い出してきたってのにまだ何か肝心なことを思い出せてねえ気がする。イザナミ、あいつを倒すために何か必要だったはずなんだが。今は動くしかねえな。じっとしてたって誰かが教えてくれるわけじゃねえ。ここない博士、神楽様がお戻りになりました。あ、もう来てたか。悪いな、待たせちまったか。我々も2分ほど前に到着したところだ。そうか、到着して早々すまないが早速確認を。どうした、何かあったのか。たった今青の反応を観測した。どうやら死神もイカルガに呼ばれたらしい。何、本当か。ここの絵、場所は第9階層都市秋塚。妙だな、あそこの窯はすでに死神本人が破壊していたはずだが。何か裏があるのか。ようやくお前らを見つけたばかりだってのにまた忙しくなりそうだな。早いとこ椿たちも見つけないと。響き、状況は。申し訳ありません、そちらはまだ連絡がつきません。死神の追跡にも人手を使いますか。いや、これ以上兵を分散させるのは避けたい。監視だけつけておけ。接触は絶対に避けるように伝えろ。かしこまりました、ではそのように。お前の言う通り、今は現状の整理が最優先だ。家具土の状況はどうなっていた。支部も町もほぼ平常通りといったところだ。どうも一部のものだけがこっちに飛ばされているようだな。今のところ俺たちや死神のほか、トガオイも数名イカルガに転移していることが確認されている。その数は少なくとも10人は下らないだろう。おそらくその全員があの声を聞いているはずだが。ここの絵、あの声の主が六英雄ナインだってのは本当か。ああ、自分の母親の声を聞き間違えるものか。それにこれだけの大規模な転移魔法を使えるものなど後にも先にもナインただ一人で、一体どうやってこの時代に来たのかは知らんが、あるいは何者かが教会から引き上げたか。だがなぜかつて世界を救った六英雄であるナインが今度は世界を混乱させるような真似をする。夢を叶えるために冥王イザナミを倒せか。イザナミってのは一体何者だ。現状では何とも言えん。だがうさんくさい話であることは確かだ。同感だ。この状況どうも踊らされてる気がするぜ。不用意な行動は避けた方が良さそうだな。だが母様の真意は一体どこにある。何のために我々をイカルガに。それに青の魔導書とは別の反応、極端な魔素の低下。なぜだ、なぜセリカ・エ・マーキュリーがここにいる。さらにはカグツ氏の構えと侵入したスサノーユニット。この状況、偶然で片付けるにはうまくできすぎている。私は重大な何かを見落としているのか。カグラ様、カグツ氏に駐屯している部隊より連絡が入りました。どうした、まさか死神か。いえ、カグツチ襲撃の件より行方不明となっていた
ノエル・バーミリオン少尉を発見したとのことです。何？ノエルちゃんが？やれやれ、無事だったか。よし、ちょっくら迎えに行ってくるわ。響、後のことは任せたぞ。不用意な行動は避けろと言ったのはお前だろ。おい、くそ、何を考えてるあのバカが。はあ、やっと着いた。ここがヤビコなのかな。賑やかなところだね。うわー、見て見て、ノエル、美味しそうなお店がいっぱい。私の味覚が普通だったら片っ端から食べちゃうのに。まあ言ってば、ここはヤビコじゃなくて風持つ。名物は濃厚チーズと厚切りベーコンのピザなんだよ。すごく美味しいんだから。へー、よく知ってるね。ここに来たことがあるの？あれ、そういえば初めて来たよね。私どうして知ってるんだろう。あ、見てノエル、いい景色。誠や椿、カジュンたちとも一緒に来たかったね。うん、そうだね。みんな今頃どうしてるのかな。私が急にいなくなって心配してるかな。早くカグチの支部に連絡を取らなきゃ。ああ、それはどうでしょう。きっとその必要はもうないと思いますよ。え？は、狭間隊員、なぜここへ？なぜ？なぜですって？決まっているじゃありませんか。もちろんあなたを拘束するためですよ、ノエル・バーミリオン少尉。拘束？私を？なぜですか？やれやれ、またなぜですか。質問ばかりですね、少尉は。ふざけないで！ノエルが何をしたって言うんですか？おや？あなたは？あ、いえ、誰でも構いませんね。すみませんが、部外者が余計な口を挟まないでもらえますか。部外？ノエルは私の親友です。いきなり拘束だなんて言われても納得できません。はあ、では説明しましょうか。そこのノエル・バーミリオン少尉には現在、統制機構への反逆罪の容疑がかけられています。反逆罪って、どうしてノエルが？少尉本人は分かっているはずですよ。カグツチ支部において機密区域へ無断侵入し、死神と共に支部の破壊を目論んだ少尉なら。な、何の話ですか？とぼけないでくださいよ。あなたが死神と特別な関係にあった事実はちゃんと記録されているんですから。ねえ、死神に二度も助けられたバーミリオン少尉、あなた一体死神とどういった関係なんです？違います、私とラグナさんは別に何の関係も。おやおや、死神、ラグナザ・ブラッドエッジの名は統制機構の中でもトップシークレットですよ。それをなぜ一階の英士であるあなたが知っているのでしょうね。ご説明願えますか？嘘、どうして私、ラグナスさんって。違うんです、私本当にあの人のことなんか何も。答えられませんか。ではやはり。いい加減にしろ。マイ、ノエルは知らないって言ってるだろ。それをなんだよ、さっきから一方的に。はあ、先ほども言ったはずですが、部外者が余計な口を。うるさい、そんな都合知るもんか。ダメだよマイ、
相手は統制機構の大尉。私は統制機構の英士じゃない。ノエルを逃がそうが何をしようが関係ないよ。どうしてもノエルを捕まえるっていうのなら私を倒してからにしろ。やれやれ、どうも面倒なことになってきましたね。こいつ強い。そんな、ナイが体術で全く歯が立たないなんて。よほど自信があったみたいですけど、もしかしてそれで全力ですか？部外者でおまけに弱いなんて、いやーひどい。無駄な時間を取らせるだけなら最初からおとなしくしててもらえます。しかしどうも昔よりも体の調子がいいですね。これも影響ということでしょうか。さて、いい加減ご同行願えますか、ノエル・バーミリオン少尉。そいつはお断りだ。ムツキ大佐。無事か、ノエル。はい。でもどうして大佐までイカルガに。悪いな、話は後だ。そっちの可愛い子ちゃんと一緒にちょっと下がっててくれるか。はい。てめえが狭間か。部下が随分と世話になったな。これは困りましたね。私はただ統合本部からの命令に従ったまでで、イカルガの英雄とことを構えるつもりはないのですが。統合本部のだと？敵と言ってんじゃねえぞてめえ。そんな話は聞いてねえ。当然でしょう。あなたの部下に対する拘束命令ですよ。あなたこの命令を知ってたら前もって少尉を逃がそうとするでしょう。当たり前だ。そんな不当な命令納得できるか。ええ、だからそういうところですよ。噂通り危うい方のようですね、神楽睦月大佐。てめえに言われたくねえよ。裏じゃどんな汚いことにも手を染めるって有名だぜ、狭間。そうですか。立場上そういうこともあるかもしれませんね。だが十二宗家に手を出したなら話は別だ。黙って見過ごすわけにはいかねえな。何ですって？そこの可愛い子ちゃんは葉月家の息女だ。知ってて手を出したってわけじゃねえよな。葉月家の、しかし葉月家にはご子息しか。いえ、いいでしょう。それが事実だとして、今さら十二宗家なんてものにどんな意味があるんです？てめえ、周知の事実ですよ。今の十二宗家にはかつてのような権力などありません。統合本部に身を置くあなたが一番よくご存知なのではありませんか。その十二宗家の者に統合本部からの命令に従って手を出したことがそんなに問題でしょうかね。言いたいことはそれだけか。はい。帰って上のバカどもに伝えろや。どうしてもノエルを反逆罪に仕立て上げたいのなら俺んとこに直接来いってな。いいでしょう、仰せの通りにいたしましょう。行くぞ、二人とも。え、あ、はい。神楽睦月、イカルガの英雄ですか。悲しいものですね、偽りの英雄というのは。All right, and that does it for episode 6. Decently, you know, lengthy. I mean, makes up for episode 5 being very, very short. But interesting stuff. We met Mai, who I've messed with a little bit. She's kind of fun to play. We fought Relius, and we fought... Who else did we fight? It was Makoto and Tsubaki. And Hazama, learning more and more, is, you know,
little shit. But yeah, that's gonna do it for us today. Hopefully you guys enjoyed. Next time we will get into the sub-scenarios of episode 6. And I will see you all next Sunday.